チャオ、あっちゃんです。2日ぶりのあっちゃんです。はい。あ、まあね、あのお弁当とか先ほどお弁当で忙しくてね、あんま喋ってられへんかったんやけども、今もねそんなにあれ暇でもないねんけどね、ちょっと忙しいねんけど、今日病院がなんかね、血管核状態がね切れるから、で今日パンもなくってさ、子供にパン食べさせたら、あっちゃんの分なかって計算間違えててさ、昨日買ってくの忘れてね、ほんまにね、ゆるゆるで過ごしたから、あの、チョコのこれ食べます。まあ、昨日もこれ食べたけど、チョコ見てね。お父ちゃんあっちゃんの朝ごはんはこれやってんけど、いやー、昨日ね、一日、お母ちゃんあっちゃん休ませてもらって、お父ちゃんあっちゃんが全部してくれてんけどね、助かりました。はい。いただきます。いや、お父ちゃんおっかい、お父ちゃんあっちゃんとお母ちゃんあっちゃんの設定なんやねんって、なんてことないねん。土日をね、あっちゃんね、休もうとして、で休むんやけども、完全休日は月に1回とか2回ぐらい撮ろうかなと思ってんだけど、やっぱりね、待ってくれてる視聴者さんもいてるし、動画も撮りたい、でやっぱみんなと交流もしたいっていうのもあって、でその中でいただきます。いろいろね、考えたら、やっぱり、みんなね、多分、勘違いしてると思うんだけど、あっチャンネルは、生活垂れ流し動画ではありません。やっぱりね、多少なりとも、あっちゃんは、作ってます。いろいろと。ね、作ってる。作ってるんで、あれかって言われるからね。ん？それが、お母ちゃん、あっちゃん。で、お父ちゃん、あっちゃんっていうのは、昨日ちょっと作ったとこもあったけど、普段通りのあっちゃん。だから、で、あったり。で、お母ちゃん、あっちゃんは、一生懸命、子供にご飯作って、ね、頑張ってる。ね。でも、お父ちゃん、あっちゃんは、ミキちゃんがいた頃、お父ちゃんあっちゃんは、ミキちゃんに甘えてて、土日は完全に休ませてもらってたね。お仕事をして、で、お仕事終わって、休みの日曜日とかは、もうミキちゃんがご飯作ってくれて、で、時々、ミキちゃん休みって言って、ちょっとお惣菜買ってくるわとか、お寿司買ってくるわ、言うて。もう今日は休んどきって言って。そんな、土日を過ごしてたね。うん。だから、その設定。だから、まあ、だから時々お父ちゃんあっちゃんが手料理を振る舞う土日が出るかもわからへん。まあそんな感じでね、一応あっちゃんの中で、まだ分けきれてない。あとね、今回、ふっと思いついて、金曜日に。で、お父ちゃんあっちゃんで行きますよっていう、コミュニティつぶやいて、で、そっから考えて何しようかなって。今日見切り発車。で、自分の中では、お父ちゃんあっちゃんは、あっチャンネルから離れて、ゆっくり休む。でも、みんなに動画を出すために着飾らないあっちゃんで行こうかな。今回はそうじゃなかった。ちょっとやっぱ作り物もあったけど、なんや慣れてきてね、カメラ回すとね、女優魂にスイッチが入んねん。やっぱり、じゃああっちゃんです。普段言いません。ね、普段そんな、ね、わざわざカメラに向かって喋りません。やっぱり、一生懸命、ね、こういう、なんていうのかな、カメラを意識せず生活しとったらね、そんなペラ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 喋らへんし、子供とも、まあ子供とはね、無駄話したりして、昨日もようそまい喋っとったよ、いろんな話、また子供とね、異世界ワールドの話したりね。
時間軸、時間軸って言って、もし今、あっかが今日これを食べた時間軸と、朝ごはん食べへんかった時間軸とか、こうやって違う時間軸があったら、その未来はどうなってんねやろなとか、ちょっと面白いでしょ。空想科学の話やねんけど、とか、今もし、タイムマシンで過去に戻って、なら過去に戻った自分に何を言うのか、過去に戻ったタイムパラドックスが起こるのか、そんなね中学生とか高校生が考えそうなことを真剣に家族3人でね、同じ年齢目線喋ったり、ね、そんなことをしたり、ゲームの話を真剣に話したり、その中でなんでそんなことするかっていうとね、子供って将来の夢持ってるでしょ。夢語れって言っても、やっぱり現実を見ながら夢を語る。専門学校出てどういう仕事して、その仕事につくのにどういうことしたらいいのか、給料はいくらもらえるのか、現実を見すぎてしまうとなかなか考えてものが手が出せなくなる。だったら夢を語りながらやりたいこと何か聞き出したい。何でもいいね。社長になりたいでもいいし、なんだろう、ゲーマーになりたいでもいいし、なんだ、世界一のプログラマービル・ゲイツみたいに OS を作れる人間になりたい、それぐらいの大きな夢を語ってくれたらいいね。そうするためにもバカみたいなこと話すね。バカみたいな話したら、いいね、スーパーマンになりたいでいいね。ほんまに。ウルトラマン、ウルトラマンにはなれるかな、わからん。なれへんとは限らん。いや、そんまにね。まあ、そういうのあったり。今の時代ね、シリとか、アレクサが、なんていうのかな、こう、反応してくれる。アレクサ、明日は何の日？1908年6月18日に日本からの海外移住者第一陣781人を乗せた笠戸丸が神戸港を出港し、ブラジルサンパウロのサントス港に到着しました。本格的な海外移住がスタートしたこの日を総理府、現在の内閣府は海外移住の日に制定しました。はい、こうやってね、便利でしょ。でもこの便利さっていうのが今2018年にこの便利さが発売されたわけ。なんかもう約半年か1年経って、おっちゃんまだこんな使い方してないけど、電気つけて、テレビつけて、ボリューム下げて、パソコン立ち上げて、エアコンかけて、お風呂沸かして、全部やってくれねえね。もう今できてます、それは。ということは、これを使って何かしら、ね、できるわけやん。ね、覚えていくねん。賢くなっていくねん。シリなんかって冗談言うねん。最近シリね、なんか言うでしょ。今までやったら、ちょっとわかりませんとか硬かったのに、そのことについて私は知りません。知りだけにとか言うよね。え？みたいな。そこボケんの？みたいな。ちょっとずつ賢くなってるじゃんね。ってことは、AI 機能っていうのが何が起こるか分からへん。ここで AI に負けるかも分からへん。こんな話をしてるとね、ものすごく未来が広がっていくんね。今だったら、上、今日が、で、まあ、プログラムの勉強してるけど、アプリ作ったって言って。はみたいなって。自分の携帯に入れてんねん。なんかったら、携帯をいじってると、いつも立ち上げたいプログラム行くのに、立ち上げて戻してね、めんどくさいって。3、4クリックじゃなあかんねんけど、ワンクリックで飛べるようなアプリを作った。そんなんなんかブックマークとかできへんのって、ブックマークでもすんのめんどくさいねんって。だからアプリやねん。へぇーって、そんな簡単に作れんの？簡単簡単って。もうしょこしょこ基礎の、プログラミングだけで作ったアプリやねん。売ってんのって、こんなん売られへん。
お気に入りサイトに、ブックマークとかして、ブラウザ立ち上げて、ブックマーク立ち上げて、飛んで、なんやかんやでするクリックを、ワンクリックにするだけのもんやった。便利やんかって言ったら、便利やでって言って。じゃあそれ、欲しいって言うの、おるんちゃうん言ったら、いや、おるやろけども、って言うから。だからそこのところは、もうちょっと、一歩二歩、前へ出て、売れるようにしたらいい。でもその飛んだ先のブラウザとかに許可取らんなんて言ったら、それもしたらいいやん。話を聞いて。で、行きながら、いや、ヒカルが、何々ってこうやって飛べんねんって、それ便利や、俺も欲しいとか言って、ヒカルにも入れとったけど、アプリ。そんなことできんね。もうないでしょ。そんなことしとんね、今。画流よ。自分で勉強して、なんかアプリ作ったらしくて。アプリを作りたいんやって。で、なんか困ってることないって言うから、俺、全然困ってへん。肩凝ってるぐらいは。肩凝るアプリはないって言って笑ったけど。で、まあそんな話とってね。で、やっぱりそのアイデア。アイデアが、湧いてきて。最近わかへんらしいね。だから、プログラミングはできんねんけど、アイデアわかへんねん。昔は、なんか、こんなゲームが欲しいなとか、こういうシステム欲しいなと思ったら、半年とか1年でそんなシステムが出てくる。ってことは、みんなも同じようなこと考えてんねんけど、先するかせえへんかやって。思ったことを頭の中で考えとっても、先せえへんかったら、誰かに先越される。それで、先やることで一番になれる。そこは一つの第一歩を作った会社になれるんやからっていう話だ。なん難しいわ。だからあれやって、変な話、車に例えてね、車を動かすのには運転手がいるけども、運転手だけでは運転できへんねん。ハンドル切ったら、ハンドルの回るものを棒で伝える。棒でこう回すことに伝えるやつを、ハンドルをこう動かすことに伝える状態。ギアでこう、よく簡単に言うたらね、棒、ハンドルの丸いものを棒から伝えて、棒から曲がった棒に伝えて、その棒からギアで横回転に伝えてハンドルを切っていく。エンジンもそうやけど、エンジンを爆発させることによって、回転に変える。回転を、その回転だけでは変わらないから、ギアで、ゆっくり回す、早く回すに変える。縦向きの軸を横向きに変える。横向きの軸をタイヤに伝えて、回転させて、道路を蹴る。っていう部品がいいねんて。で、それを燃料の制御とかギアの制御、そのコンピューターがいいねんて。何が言いたいか言ったら、会社ってそれやって。まあ、社長は、社長は運転手やったとして、それをエンジンを制御するコンピューター。だからアイデア出す人がおって、ギアとかタイヤ、プログラミングを作る人がおって、その作ったプログラムを宣伝する人がおって、それを売る人がおって、それで会社って成り立つね。だから、社長が作業したり、社長が動いとるよくてようではあかんない。社長は、会社を全般的に見渡さなかん。プログラマーはプログラミングに一生懸命なの。アイデア出す。ギャイやけど、アイデア出す人はプログラミングしとったら 100% 考えることできへんから、プログラミングに時間と頭を取られたら考える力が落ちてくんねん。だから考える人は考える、プログラムするってわけやなあかん。こんな片腕作らなあかんねんって話しとって。奥深いなぁ、喋っとってね。昨日ね、そうなんだよ。ほいや、今日父の日やなって言うから、いや、今日はお父さんあっちゃんやから、父の日やから、なんか、忘れとったって言われて、あれもするんだから、肩痛いと、だから肩もんだるわって言って、肩もんでるね。昨日マッサージしてくれとってね。
癒される。うん、ああね、指輪もらった。ヘミちゃんの指輪をね、二人でもらったの。もらったっていうかな、母の家に注文したらしいね、届かへんかったね。んで遅れて届いたらしくて、これ動画で紹介してなかったけど、お魚とかばっかりつけへんかったね。で母の日ね、で母の日いつやったっけな、6月入ってからもらったフリーサイドやからね。うん、なんかヘビ好きやりとったでしょ、あっちゃん。ヘビのピアスコーティング。最近サメ好きやから、サメのやつも買うたらよかったなとか言われてるの。2人でサイズ出し合ったらしい。いくらしたんか知らんけどね、かわいいじゃん。父の日は肩もみいいよ、お母ちゃんお父ちゃんは父の日も母の日もなんかしてくれるから。前はピアスくれたしね。ただただね、女のファッションには興味がないから分からへんって言われて、何を喜ぶかな、これ欲しいって言うてくれたよって、母の日にこれくれって言われへん。肩もんでくれて、おにぎりでも握ってくれたらええよって言っとって、ご飯作ってくれたらそれでええよって言って。昨日はお父ちゃん、父の日にお父ちゃんがね、昨日はしたよ。うん、昨日はね、ちょっと適当に作ってん。もう動画にせへんねんけど。うん、なんか昨日動画なかったでしょ。前の在庫動画ばっかりやったでしょ。ね。ほんといろいろ。もしもがね。またね、サプライズで届くらしいわ。父の日のものが。サプライズ届くけど、また今回も。合わへんかってん、時間合わへんかってんって言うとった。何が届くんか知らんけど、二人で出し合って何か買ったとか、母の日くれてんから父の日なんか何もいらんよって言うとって、うん、いやでもいつもいつも何も弁当してくれるし、ご飯してくれるしって嬉しいことやってくれてね。まあそんなこんなで喋ってばっかおったから、ね、病院も行かなかんし、病院行ってお買い物しようか。今日朝からさ、油のボトルをね、ポンって蹴っ飛ばして、拭き取りから踏んで、油ブシューってぶちまけて、足、ふくらはぎから油まみれになって、ぬるぬるになっていうか、びっくりしたわ。子供を送り出してすぐにね、終わったーと思って、朝ごはん食べて病院行こう思ったら、油ポンぶちまけて、掃除した掃除した。なんか足すべすべしてて、ね。はい。ということでね、ちょっとお腹いっぱいになったんで、病院行って、で、あれしようか。ちょっとお買い物して。でも今日早めに帰ってきて、お魚さばいて、お魚ね、ずっと食べてなかった。最近食べてないからね。動画昨日出したけれども、昨日、今日も出すけども、カツオのね、やつは先週やからね。先週、ご近所さんの視聴者さんにもらって、ね、もらっていうかいただいて、さばかせていただいてね、飲んでいただきました。で、半身お返ししてね、叩きにして、お刺身にして、柵にしてね、で、お返しして、で、喜んでくれてね、美味しかった、言って、カツオは寄生虫入っとったけども、取ったからって言って笑って、嫌やったら、ねってさ、全然全然大丈夫、大丈夫、あっちゃん大丈夫やったら食べるよ、言って、喜んでくれて、で、ね、で、寄生虫、うん、動画見てくれたら分かるっていうのを今日出すからね、まあ、食べ終わってからはまあ見えへんと思うけど。で、そんなにおらへんかったしねって言うといて。で、寄生虫、白いやつは食べられるやつやから大丈夫よー言って。でね、あっちゃんも食べて美味しかったしね。視聴者さん、視聴者さんっていうか、ご近所さんもね、うん、美味しかったー言って、うん、ありがとう言ってくれて、いや、それあなたが買ってきてくれた分ですみたいな。またなんかあったら言ってってさばくよーって言って。あっちゃん動画にしたらそれでいいから、言うて。いやいや、裁くだけそんなん持ってくんのも、言うから。私も勉強して裁くようになる、とか。うん。で、その後ね、
先週の半ばぐらいにその人が、うん、アジ買ってきてさばいたらしいのにボロボロなったわって言ったから、アジはまだアジはちょっとねちっちゃいから難しいよって、逆にって言って難しいよ言って、やるんやったらタイとかの方がいいよって言って、だからタイで、タイもあのマダイとかやったらまあまあ高いけど、チダイとかチヌ、クロダイ、ヘダイ、そのあたりやったら、まあ、日給とか産休であるから、言ってんで、それのお刺身をか、お刺身をじゃなくてもっと安くってもいいから、言ってんで、それでし、あの、身にして塩焼きとかバター焼きして、お刺身引くんやったら、お刺身用のちょっといいやつ買った方がいいけど、言って、チヌも美味しいよ、って話しとって。で、チヌも丸々、なんていうの？チヌのご飯？タイご飯にしたら骨めんどくさいやろ言うて、だからあっちゃんみたいに言うと、まあ、三枚におろして骨抜きしてで、アラで、出しとって、そのアラでお味噌汁とそのアラの汁を使ってあれ作ったって、タイご飯作ったら美味しいよ言うて、動画で見たってやったから、うん、今度頑張る言うてくれたけどね、うん、自分でさばく言うてね、あのアジをさばいてボロボロになってんな、はい。ね、なんかね、あのタイ頑張ってさばいてね、うん、言った通りです、はい。まあそんな感じでね、うん、ご近所さんとねそうやってお話しながらねいただいたあのカツオ先週食べたからね、まあ、今週ちょっとねほんまにね、あの自分でさばいたお魚があんまりないんでね、ちょっと今日お魚買いに行った、でお弁当用の豚肉を買ってとかね、ちょっとあとドンキでちょっといろいろ買ったりとかねしたいなと思って、今日ちょっとまあ病院行ってお出かけすんだけどね、言うとらいでね、はい、行かなあかんね、喋ってばっかおったから行ってきます、はい。まあまあ時間余裕あんだけどね、あんまり早いって、はい、病院終わってしまったらね、あのお昼の時間まだまだってね、ご飯なんか買いに行ってみたいになるから、まあええわ、お弁当作ったし、お弁当車中飯して、どっかのスーパーの駐車場で車中飯して、でお買い物行ってきます。これアイロンかけてんけどまっすぐならへん、アイロンかけの下手くせやわ、アイロンうまくかける方法教えてください。じゃあ苦手やねん、ほんまアイロン苦手、うまいこと伸びひんわ、これアイロンかけてこれやで、もうそんなよ、お腹アイロンかけてちっちゃならへんかな、ということで今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います、はい、いうことで、またね、お父ちゃん、あっちゃん、お母ちゃん、あっちゃんの設定で、土日切り替えてね、ちょっと気分転換したいと思います。休むとやっぱりね、心配してくれたりとか、やっぱり見てくれてるっていうのも、すごい嬉しいしね。だから、できる限り休まずに、できる限り休まんけども、自分を休ますためには何かこう切り替えるっていうのもあるかなと思って。で、月に1回でも休んどいたら、なんか、なんとか、保てるんちゃうかなとあっちゃんは思ってるんでね、まあ、頑張って、動画は続けていきます、みんなね楽しみにしとってね、はい、っていうことで休みの日もね何かしら過去動画撮っといて、それをねどっか入れ込んでいって、本数は減るけどもね上げていきたいと思います、ということでね、昨日この動画の上がる日のあっちゃんの今日やねんけども、6月の17日月曜日は動画が少ないはずです、さ4本とかぐらいしか上がってへんと思うんだけどね、でもご飯動画が上がってへんと思うんだけどね、まあ、そんなこんなで楽しく、動画を上げていくんで、よかったらいっぱい見てください。ではまたね。バイバイ。今日も病院と、お買い物行ってきます。今日のあっちゃんの朝ごはん、シリアルチョコビッツ、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してご覧見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。甘かったしね、結構お腹に溜まったわ。行ってきます。